星空ガイドが語る宇宙の話。こんばんは、星空ガイドのかやさんです。7月に入り、夜9時を過ぎると東の空から土星が上がり始めています。土星はこれから12月ぐらいまで夜空で楽しむことができる惑星です。土星といえば帽子のつばのような輪を持っていることが有名ですよね。地球から14億キロも離れている土星ですが、家庭用の天体望遠鏡でも土星の輪を確認することができます。地球の10倍以上という大きな土星の輪ですが、その厚みは意外と薄く、薄いところではわずか数十メーターしかありません。今晩はこんな意外と知らない土星の輪についてのお話です。土星の輪の構造、いつどのように土星の輪ができたのか、土星の輪は何でできてんのか、時々土星の輪が消えてしまう理由、以上4つについてお話しします。土星の輪の構造。一見帽子のつばのように一つの塊に見える土星の輪ですが、土星を中心とした同心円状の複数の輪に分かれていて、それらの輪は同じ速度で回転しているのではなく、土星に近い輪ほど速く回り、遠いものはゆっくり回っています。これはまるで太陽系の縮図のようですね。ちなみに太陽系では地球は太陽の周りを1年で回りますが、太陽から遠い土星はほぼ30年かけて回っています。さて、これら複数の輪には発見順にアルファベットがついていて、 A から G まで7つの輪に分類されています。内側からの順番は D、C、B、A、F、G、E となっています。個人の望遠鏡で見えるのは明るい B と隣の A で、性能の良い望遠鏡ならさらに B の内側に少し暗い C の輪が見えるかもしれません。それ以外の輪は暗いため、大型望遠鏡か探査機でしか見ることができません。 B と A の輪の間には目立つ大きな隙間があり、このような隙間のことを漢字で間の隙間と書いて間隙と読みますが、この B と A の輪の隙間は土星の惑星をたくさん発見した17世紀フランスの天文学者ジャン・ドミニク・カッシーニから名前を取ってカッシーニの間隙と名付けられています。カッシーニの間隙は土星の輪で一番大きな隙間なので、少し性能の良い天体望遠鏡なら家庭用のものでも土星の輪の中に確認することができます。このような隙間が各アルファベットの輪の間にあるわけですが、精密に観測すると各輪の中にも隙間があって、人工衛星からの細かな観測によると隙間の数は6000以上だそうです。さて、2009年 NASA が打ち上げた赤外線宇宙望遠鏡スピッツァー宇宙望遠鏡は、土星の輪のさらに外側に密度が低く希薄で巨大な輪を発見し話題になりました。この輪はフェーベ環といって、環とは輪という意味ですが、土星の惑星フェーベの内側にあるドーナツ状の分厚い輪で、直径は土星の300倍にも達しています。いつどのように土星の輪ができたのか。さて、土星の輪はいつどのようにして出来上がったのでしょうか。土星の輪はおよそ40億年前、土星が誕生した後に土星の周りに誕生して回っていた衛星に水星や微惑星が衝突し、その時砕けて細かくバラバラになった破片が次第に集まり、土星の周りに円盤を作ったとされています。飛び散った衛星の破片は最初は土星の周り全体に球のように広がりましたが、まだ誕生して間がない高速で自転する土星の影響で、次第に自転する面、これを赤道面と言いますが、そこに円盤状に集まってきました。土星の周りにばらまかれた破片が赤道面状に集まり円盤を作るのは、そこが力学的に一番安定する場所だからです。一つ例を使って説明をしましょう。遊園地の回転ブランコを想像してみてください。回転が速くなると垂れ下がっていたブランコが次第に水平近くまで上がっていきますよね。回転面の下にあったブランコが回転面に集まっていきます。回転面の上はどうでしょうか。例えばブランコに水素を詰めた風船を詰め込んだとすると、回転するまではそのブランコは回転面よりも上に浮かんでいるはずです。回転が始まり速度が速くなると、やはり水平の位置まで下がってきます。このように、まあ大雑把な言い方ですが、高速で回転する物体の周りにあるものは上下両方から引力と遠心力が釣り合う回転面に集まっていきます。
回転する天体の周りに物質や天体が円盤状に集まる原理は土星の輪だけではなく太陽と太陽系惑星の配置でも同じことが言えますし、銀河も球状の銀河よりも円盤状の銀河が多いのも同じ理由からです。さて、このようにして出来上がった土星の輪ですが、どうやらこれは一時的なもので、たまたま私たちは良いタイミングでそれを観測できているだけであり、ゆくゆくはなくなってしまいそうです。実際最新の研究結果では、土星の輪は数十億年かけて土星から遠ざかる方向にゆっくり広がることが分かっています。そして広がった輪の端は土星から十分離れると輪を作っていた小さな粒子たちが自らの重力によって再び集まり土星の衛星になるだろうと考えられています。土星には現在80を超える衛星が発見されていますが、実は過去これらは土星の周りにあった今よりも大きな輪だったのかもしれません。土星の輪が何でできているのか。土星の輪が小さな粒々からできていることは19世紀末から分かっていましたが、それが実際に何か分かったのは1980年太陽系探査機ボイジャー1号が土星のそばを通過しながら探査した時でした。その後、土星探査機カシーニによる調査で、土星の輪は輪の種類によって多少の違いがあるものの、およそ 95% は大きさ数メーターから数センチの氷の粒で、それ以外は岩石成分であることが分かりました。土星の輪を観測すると、輪によって明るさや色が違うことが分かってきました。これは輪の成分がそれぞれ違うことを意味しています。明るい輪は氷の成分が多く、これに対して暗く細い輪の D、E、F、G の輪は大部分が数ミクロンの大きさの小さな塵の粒子でできていることが分かりました。地球の数倍の直径がある土星の輪ですが、非常に薄く、ほとんどは塵と氷でできているため、輪の重さは土星の重さのわずか1億分の5程度しかありません。また土星の輪のあたりには土星とは違う大気が存在することが分かりました。これらは輪の氷が太陽からの紫外線を受けて分解した酸素分子、水素分子からなります。これらは非常に薄い大気ですが、ハッブル宇宙望遠鏡からも確認できたそうです。時々土星の輪が消えてしまう理由。目で見える土星の輪の直径はおよそ38万キロ、地球から月までの距離と同じ巨大な輪ですが、厚みは驚くほど薄く、数十メーターから最大でも100メーターくらいの厚みしかありません。数十キロじゃありませんよ、数十メーターです。これは土星の輪が CD の大きさだとすると、その厚みは1000万分の1ミリになってしまうというとんでもない薄さです。土星は望遠鏡で見れば必ず輪が見えると思っている人が多いのですが、実は土星の輪は土星が太陽の周りを回る光天面から 26.7 度傾いているため、地球から見える土星の輪の傾きは観測する時期によって違って見えます。そして土星の輪の傾きが地球から見てちょうど平らになると、カミソリの刃のように薄い土星の輪は地球からは見えなくなってしまいます。そりゃそうですよね、14億キロ離れたところにある厚みがたった10メーターの輪ですからね。土星は太陽の周りを30年かけて一周します。この一周する間に2回地球から見て土星の輪は真横になります。つまり15年に一度地球から見て土星の輪が消えてしまったように見える時期がやってきます。最近では2009年に土星の輪は地球から見て平らになり、2017年に傾きが一番大きくなりました。これから徐々に傾きは緩くなり、2025年頃再び平らになり見えなくなります。400年ほど前に天体望遠鏡を発明したガリレオは、当初土星には耳があると発表しました。望遠鏡の性能が悪かったため、土星の輪が耳のように見えたのでしょう。ところが1612年、その耳が突然なくなってしまい驚きます。ガリレオは戸惑い、ローマ神話のサートゥルーヌスが将来自分の子に殺されるのを防ぐために自分の子供を飲み込んだという神話になぞらえて、土星は子供たちを飲み込んだのかと表現しました。ところが翌1613年、土星の輪は再び出現、ガリレオをさらに困惑させました。土星は英語ではサターン、
先ほどの農耕の神サートゥルーヌスにちなんで名付けられましたが、名付けられたのがガリレオのこの逸話の後だったのか、すでに決まっていたのかは定かではありません。ちなみに土星の英語名を悪魔という意味のサタンと間違えている方がいますが、土星の英語名はサタンではなくサターンで全く別物です。さて、土星の輪ができたのは土星が誕生した頃ではなく、今から1億から2億年前だとする学説もあり、まだまだ土星の輪についてはわからないことだらけです。そして実は土星以外にも輪を持つ惑星があります。木星は3つの薄い輪を持っており、海王星は5つ、天王星に至っては13の輪を持っています。しかしこうした輪はいずれ消失するか衛星になるようなので、ちょうど帽子をかぶったようなチャーミングな土星が見られるタイミングに生きている私たちは幸運なのかもしれませんね。望遠鏡をお持ちの方はぜひこれからのシーズン、東の空に上がってくる土星を楽しんでください。今晩の話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。